株式会社木屋とは、埼玉県川越市に本社を置く、老舗の和菓子メーカー。正しい屋号は、木屋であるが、亀屋の表記も用いられる。新州中野出身の初代、山崎菓子が1783年に、小江戸と呼ばれた川越の現在地で創業した。なお、以後の当時は6代目まで菓七の名を襲名した。3代目の時代には、 川越藩の御用商人を仰せつかるようになった。1847年には、京都佐賀御所から、河内大城の受領名と、藤原海栄という名を賜った。四代目は、江戸の菓子屋である壺屋で修行し、亀屋に帰ってきてからは店を、江戸風に改造するとともに、商品も江戸風に揃えるなどの改革を行い、中高の祖と呼ばれる存在であった。また、幕末期、 当主は、名字立てきを許されるようになった。明治に入って5代目時代の1903年には、突然変異で誕生した、さつまいもの鉱石を薄く切って、鉄板の間で焼き、糖蜜と黒ごまをまぶした初刈り焼きを作り、川越の名物として人気を博した。また、この頃から和菓子だけでなく、洋菓子の製造販売をするようになった。昭和に入って7代目。 山崎義彦の時代には多店舗展開に乗り出し、東京にも進出。池袋の百貨店にテナント入居するなど店舗網を拡大し、八代目山崎義正の時代の1991年には45店舗に増えた。その後バブル景気崩壊の影響もあり、10年近くかけて20店ほど閉店させるなど、経営の効率化に励んだ。現在は、 川越市を中心に十数店舗を展開している。など、各種詰め合わせの、小江戸日市や川越藩に献上した青いの、雇用箱入り、雇用箱詰めなどの贈答シリーズ。ありがとうございます。